の野雪は、日本のプロスノーボーダー、スタンサー所属、岡本刑事率いるプロスノーボード集団、ハイワードのメンバーである。角野選手の地元では、祝ソチオリンピック冬季競技大会出場と、ソチオリンピック出場記念の懸垂幕が掲げられている。兵庫県川西市で生まれ、三木市大村出身。三木市立平田小学校在学中の8歳の時に、 父親の影響で、六甲山人工スキー場ですのボードをはじめ、11歳の時にプロに認定される。三木市立三木中学校卒業後は、肘高等学校通信生家庭に、進学、2014年度高校卒業。学生時代は週末は、スキー場でトレーニングを積み平日は、地元のインドア施設のスノーバ神戸やジャンプ練習場の神戸キングスでトレーニングを積んだ。 2011年12月、史上最年少でエアースタイル北京大会に招待される。2012年12月、北京で開催されたエアースタイル北京大会でアジアの選手として初の優勝を達成。2013年3月26日、スペインのシエラネバダで開催されたスノーボードワールドカップスロープスタイルで初優勝し、 2012から13シーズン計3戦の総合成績で種目別優勝を達成した。2012から2013年シーズンオフの春からケビン・山崎が主催するトレーニングジムトータルワークアウトで肉体改造を始める。2013年12月11日に所属をアルツキララクラブから日産自動車 X トレールに変更した。2014年 x ゲームズで初出場ながらビッグエアで2位となる。直後のソチオリンピックに新種目であるスノーボード男子スロープスタイルに出場し8位入賞。2015年 x ゲームズでスロープスタイルでは12位に終わったがビッグエアでは予選をトップ通過決勝では手をついてしまったものの3位入賞。エアースタイルロサンゼルス大会では2月7日に スノーボード映像撮影中の事故で、脊椎損傷等の重傷を負った岡本刑事の名を自身のスノーボード板のノーズ部分に刻み参加。順調に決勝に進み、決勝では1本目にバックサイドトリプルコーク1620、2本目にバックサイド1260、最後の3本目はスイッチバックサイドトリプルコーク1620をクリーンメイクし、 95.26点を獲得し、優勝。エアー、スタイルツアー総合2位となった。3月の全米オープンでは、スロープスタイル部門で出場。予選で8位となり決勝進出。決勝では1本目で、バックサイドトリプルコーク1440等を決め79.4点を残し暫定1位となった。しかし、 その後3連覇を狙うマークマクモリスが1本目で86.6点、2本目で87.8点を獲得し、首位に躍り出る。逆転を狙った角野は3本目で、バックサイドトリプルコーク1620から、スイッチバックサイドトリプルコーク1620という、大技を連続で成功させ、90.0点を獲得し、逆転優勝を果たした。日本人の全米オープン優勝は、 国防和弘以来二人目、スロープスタイルでは日本人初。2015から2016年シーズン開幕戦のワールドカップスロープスタイルニュージーランドカードローナウィンターゲームスエ z ゼット大会で予選1位で通過したが決勝では2本目までで6位と、不調で3本目で2位につけた。12月から所属をスタンサーに変更。2016年。 アメリカのスノーボード専門メディアスノーボーダーが選ぶ、メンズルーキーオブザイヤーを受賞。2016年1月30日、X ゲームズアスパンで、ビッグエアで1本目で、バックサイドトリプルコーク1620をメイクし、上位になるが、2本目の着地で転倒し、ボードが壊れるアクシデントが起こり戦線離脱、復帰も転倒が続き、最後のランで、 フロントサイドトリプルコーク1440を成功させ3位となる。2月、エアースタイル、ロサンゼルス大会で優勝し2連覇。その直後の X ゲームズ、オセロ大会では予選を5位で通過し決勝では1本目から高得点を出し、同大会を初優勝。3月、4年に一度に世界スノーボード連盟と TTR ワールドスノーボードツアーの主催の 世界選手権のビッグエアとスロープスタイルに出場。ビッグエアでは予選免除招待選手として準決勝から出場も準決勝で敗退。スロープスタイルでは予選から出場で決勝まで進出したが決勝では7位に終わった。SS イコールスロープスタイル BA イコールビッグエアハット ABC ソチゴリン出場スノボ角野選手三岸役所に激励懸垂幕、兵庫 産経新聞2014.1222014年1月25日閲覧各の有機選手ソチオリンピック出場決定三岸教育部文化スポーツ振興課2014年1月25日閲覧将来はスノーボードで世界一3期の小学6年生47ニュース2009.112014年1月25日閲覧 AB ソチゴリン、三木出身の各の選手応援2月8日、感染会。神戸新聞2014.1、25、2014年1月25日、閲覧。ABC、慶心の小屋二21、河内長野市立千代田中学校。2014年1月25日、閲覧。ABC、スーパーキッズ各の勇気のパパ、各の正一。 スノバードコム、二千十四年一月二十五日閲覧。各の勇気1年回避だ。メダルを取ったらなんとか。スポーツ日本二千十四4一七二千十四年一月二十五日閲覧。コース紹介、芸能、プロフェッショナルコース。hinode-s.ed.jp。二千十五年九月十五日閲覧。ab、世界を制した十六歳。 各のユーインタビューウィズユーキカドのトランズワールドウェブ2013年2月15日閲覧各の措置新競技で金 W ハイスノーボード日刊スポーツ2012.3282014年2月8日閲覧各のユーが X トレイル所属変更日産にスノボ産経スポーツ2013.12 11、2014年1月25日、閲覧。速報、W ハイスロープスタイル初戦は、男女共に、アメリカ勢が金、書くのは無念の銀。トランズワールドジャパン2015.8、22、2015年8月22日、閲覧。ワールドカップ、メンズスロープスタイル FIS オフィシャルリザルトハット、各の勇気が、北米で絶大なる支持を得るメディアの、 最優秀新人賞を獲得。トランズワールド、2016年1月4日閲覧。核の勇気、ベースノーボーダーマガジンの、ルーキー・オブ・ザ・イヤー2016を受賞。ヘビスノッカー、2016年1月5日閲覧。スノーボーダーマガジン、ライダー・オブ・ザ・イヤー2015、にライダー・オブ・ザ・イヤー、パッド・ムーア。スノーボーダー、2016年1月4日閲覧。核の勇気が、 銅メダルで3年連続表彰台に。優勝は、マックス・パロットイコール、X ゲームズ2016アスペンウィークエア決勝。ヘビスノッカー、2016年1月31日、閲覧。X ゲーム男子ビクエア、各の選手が銅メダル。TBS ニュース、2016年1月31日、閲覧。小野塚が2イコール、X ゲームズ。 jiji.com 2016年1月31日閲覧。アリアス強化ブログ、核の勇気のボードに刻まれたライド4ケージ事。ージ。狙うはエアースタイルロサンゼルス大会表彰台のてっぺん。ヘビスノッカー2015年2月23日閲覧。核の勇気が史上初の最高難易度 SWBS トリプルコーク1620をメイクして優勝。 AS ロサンゼルス2015決勝ヘビスノッカー2015年2月23日閲覧ありがとうございます